頭いいっぽくない？なんか好き好き。おちすごおちすご。こんにちは、おみです。今日もおちすご始まるよ。ちょっと今日お昼に髪の毛を染めてもらいに行ってきました。しかもちょっと美容師さんにお願いしてスカーフをつけてもらったんです。どう？この前20冊を無事読み終えて21冊目っていう新しい門出にふさわしい、もう本当にふさわしい本を編集者 X さんに選んでいただきました。そんな今回の本はこちらです。東野圭吾さんの希望の糸です。なんと2019年の7月5日、もうついこの前ですよね、に出たばっかりの、もう超出来たてほやほやの話題作なんですけれども、そんな特別な本を私が読めることになってもう本当に嬉しくて、受け取った時は超楽しみにして読んだ本です。印象はカサスです。まあ、結構内容がディープで、まあ、大人の男女関係のもつれとか家族のつながりの話だったりとか、リアル、やっぱりね、男女のもつれといえばカサスですよね。カフェの店員がある日殺されてしまうんですよ、突然。そのカフェの店員が殺されてしまった理由っていうのが、まあ、さっきも言った男女のもつれだったりとか、まあ、家族の血縁関係だったりとかがすごい関わってくるんですけど、彼女の死に。で、そのカフェの店員が殺されてしまった事件っていうのを一人の刑事が探っていくんですけど、まあ、探っていく途中で、行く過程で刑事の家族の問題も浮き彫りになってきて、なんか他人の事件を解決する中で自分の問題も解決していかなきゃいけないみたいな、こういう感じ。はい、ある一人の女性の生い立ちが落ち直前で書かれてるんですけど、その一人の女性っていうのが殺されてしまったカフェの店員の元旦那の今かの結構なキーパーソンなんですけど、その人の生い立ちが結構えげつなくって、まあ、いわゆる典型的なダメホイホイなんですよ、その女っていうのが。まあ、彼女の人生は、まあ、口が裂けても幸せだったとは言えないような、まあ恋愛人生を歩んできていて、まあ共感しちゃいましたよねまあ男性に期待しちゃうんですよね、多分。次こそはみたいな、次こそは私は幸せになれるって期待しちゃうんですけど、やっぱクズばっかだから付き合うのが、もう散々の思いをさせられるわけですよ、その女は。まあだけどね、期待しちゃう的な部分はやっぱりね、あ、分かるわってなるポイントだと思う。うん、じゃあ東野圭吾さんの希望の糸の310ページからオチを解禁していきます。泣いちゃった。これはいい話でしたね。いや、マジでこんなにオチで泣いちゃうと思わなかったな。刑事の過去を探って明らかになる、その過去の話が
良すぎた。ハッピーではないですけど、あったかい気持ちになれましたね。はずっと刑事のことを思っていたんですよ。ぜひもうめちゃめちゃおすすめの希望の糸。あ、これ赤、紐も赤だ。すごーい。やばー。好き。ケミオみたいになっちゃった。おみびっくり度。ドゥルル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 ルン。Thank you。まさかの泣いちゃったからです。おみうる度10。なんかね、殺人とか起こるんですけど、なんか殺人が起こるのにこんなに感動する物語ってあるんだって思いました。誰もなんか憎い気持ちにならずに終わった。おみかさす度10。かさすって言葉で片付けていいのかな、こんないい本も。おみちゃんのおまけコーナー。バン。今日は私が最近ハマっているExitについてお話ししたいと思います。知ってます？ポン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 っていうチャラネオチャラ芸人Exit。まあいわゆるチャラいを売りにしてる芸人なんですけど、私本当に邪道だなと思ってて、最初なんだこの邪道の芸人はと思って、もうなんかむしろ嫌いだったんですよ。嫌い寄りだったんですよ、むしろ。けどなんかめちゃくちゃ見た目チャラいし、発する言葉も全部チャラいのに、漫才がすごい古風な漫才、ちゃんとこう何三段落ちみたいな、なんでやねみたいな、ちゃんと構成されたネタがまずおもろいっていうのと、あとExitの2人組なんですけど、めっちゃいいやつなんですよ。1人がベビーシッターをしていて、で1人が介護士なんですよ。テレビで仕事に対してのやりがいは何ですかみたいな聞かれたことがあるんですよ。そのベビーシッターと介護に対してのやりがいは何ですかって聞かれた時に、なんかもう子供たちの笑顔を見ることが幸せとか、もう毎日ハッピーっすみたいなとか、介護士の人はなんかやっぱありがとうって言ってもらえる瞬間が一番幸せですねみたいなことをもう言ってて、えただのいいやつじゃんと思って、そっからもう印象が超変わって、好き。EXITのモノマネ、ポン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 。ぜひ皆さん読んでみてください。まったにゃん。こんにちは。今無事撮影を終えて次の本を受け取りました。デレン、キャットフード、かわいいミステリーです。楽しみです。